あなたは無私の心で友達のために力と能力を惜しみなく捧げました。その栄誉をたたえこの賞を授与します。ギルバート市長ジョン・ルイス。スペンサーがデイトンとトライアスロンに出たいと言った時、注目を浴びるとは思ってもいませんでした。ただデイトンが好きだったからやったんです。デイトンとは教会の執事委員会で出会いました。会長に召された時、全員を見守らなければならないという大きな責任を感じました。デイトンは脳性麻痺でうまく話せません。でもどこにいても御霊を感じられるんです。僕はただ大切な親友にみんながしていることをやってほしいと思ったんです。何をする時もデイトンと一緒にするようにしています。すると彼は顔に風が当たるのが大好きだなと分かりました。スペンサーはデイトンの前にひざまずき聞きました。デイトン、僕とトライアスロンに出たい？デイトンはいつもはいにはまばたきし、いいえには何もしないのですが、その時はまばたきを始めたんです。それまで経験したトライアスロンとは違いました。誰かを引っ張って自転車を漕ぐのは大変でした。競技中ずっとデイトンがそばにいるのを感じていました。誰かが、それも親友が一緒にいてくれるのは素晴らしいことでした。愛について素晴らしい教訓を学びました。キリストがされたであろうことをスペンサーは行ったのです。羊委員会会長として、そして友人として責任を果たしました。ゴール近くで力づきそうになった時、僕たちはとても霊的な経験をしました。デイトンはニコニコし始め、僕はスピードを上げてダッシュする力がどこからか湧いてきたんです。最後の数百メートルを走り抜いてゴールした時、最高の気分でした。疲れを感じることなくレースを終えられるように御霊が助けてくださっているのを感じました。ヒーローはデイトンだ、自分はただデイトンの足なのだとスペンサーは言っています。